さんに無罪判決を 6.25 市民集会に参集された皆様、1963年5月埼玉県狭山市で起こった女子高校生誘拐殺害事件、いわゆる狭山事件の犯人にでっち上げられ無実を訴え続けている石川和夫さんに代わって連帯のアピールを送ります。不当逮捕されてから石川さんは54年以上の、袴田さんは51年以上の歳月が経過しました。袴田さんは3年前静岡地裁で再審開始決定が出され釈放されましたが確定死刑囚であり、石川さんは仮出獄されたものの無期懲役囚であり、2人とも無実なのに無罪放免されたのではなく見えない手錠をはめられたままです。石川さんも袴田さんと同じように検察が隠し持つ証拠を開示させることによってますます無実が明らかになってきました。検察にさらに証拠を開示させ東京高裁に事実審理、証人尋問、鑑定人尋問を行わせ再審開始決定を勝ち取らなければなりません。袴田さんの履けないズボンのように狭山事件でも証拠の捏造が行われました。被害者から上達されている万年筆が2回の入念な家宅捜索で発見されなかったものが3回目の家宅捜索で発見されました。警察が仕掛けたとしか考えられません。その証拠に被害者が使っていた万年筆のインクはライトブルーであることが明らかになっていますが、この万年筆はブルーブラックのインクが入っていて色違いです。またこの万年筆には、被害者の指紋はついていません。石川無実の証拠は袴田無実の証拠と同じく数え上げたらキリがありません。袴田岩尾さんは無実だ、石川和夫さんは無実だ、一日も早く再審を開始し無罪判決を出せ、錆びついた司法の門扉、今度こそみんなの力でこじ開け勝利、石川和夫と共に頑張ろう。静岡県学会求めの静岡県の連合会の吉岡良二さんからです。拍手で確認していただければと思います。